来ましたか、すごい。かかった。お、ちょっと大きくなったんちゃうんですか。ちょっとだけ。ナイスです。来たよ。今回の大人釣りクラブは兵庫県洲本沖の天谷太刀魚釣り。簡単、巻くだけで釣れる最新兵器も登場します。あ、かかりました、ね、最後にもうこれだけです。めっちゃ簡単です。あ、引いてる引いてる引いてる。釣りを通じて自然を身近に感じ、上質な時間を楽しんでみませんか。大人釣りクラブ。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球とともに、シマノの提供でお送りいたします。今回の大人釣りクラブは天谷太刀魚釣りを楽しみます。朝5時30分北中通漁港を出て走ることおよそ80分、兵庫県洲本沖に到着しました。ご指南いただくのは島のフィールドテスター辻康夫さん。大阪湾太刀魚キングバトルで5年連続ファイナル進出、2017年度は優勝を果たしました。まずは今回使用するタックルについて教えてもらいましょう。今回ね、僕が使うタックルの説明ですけども、まずはロット。今回ね、私エクスチューンの 8.2 の MH の 1.8 というタイプを使います。冬の時期っていうのは活性も低くて、で食い込みが良くてなおかつかけれるロッドというところでね、今回汎用性の高いこのタイプを選びました。ブランクスはね、スパイラー X コアをハイパー X で強化しており、抜群の操作性と強度を両立しています。そしてフッキングが決めやすく、いいとこづくめの X シートエクストリームガングリップを装備しています。さらに軽量の X ガイドとカーボンモノコックグリップで抜群の好感度を実現しています。次に、田中さんが使用するロット、ね、サーベルマスター、ね、SS10 や、はい、タイプは、ね、73MH185 というタイプです、はい、ロットの、ね、ティップは本当に柔らかくグッと曲がるんですけれども、パッドの方は、ね、本当にしっかりして食い込みはいいけれどもかけやすい、まあ、この時期には、ね、一番適しているロットだと思います。でこちらもスパイラル X が採用されており、操作性とパワーを兼ね備えており、 X シートも装備されており、上位機種に負けないロットとなっているんです。次にね、レイロですけども、まあ、今回もねホースマスター600を使います。はい、でこのリールはね、コンパクトだけどすごくパワーがあって、ドラゴン来てもグイグイ巻いてくれます。はい、一番の、ね、特徴はこのタッチドライブです。指の押し加減一つで巻く速さを瞬時に変えれるんです。ちょんちょんと押せば少しずつ、強く押せば一気に速くなるんですけど、中間速が設定できるので不意に強く押しても安心の構造になっています。いよいよ天谷太刀魚釣り開始です。今日はね、新しいね、天谷から出ましたね、紫ゼブラ、はい、綺麗でしょ、モノスパ綺麗です、ね、最初ちょっと夜光がまだね、暗いんで夜光が少し入っているようにですね、はい、狙っていきたいと思います。はい、でやはり極寒気で寒いのでね、はい、餌なんですけどもサンマで、さらにそれを半分に切ってね、細い餌にしてます。やっぱり寒い時っていうのはね、
あの大きなボリュームある餌にもやっぱりシルエットを小さくしてあって、細くしてある方がよく売ってくるので、はい、餌の付け方ですけどね、はい、位置合わせはこれぐらいの位置合わせで、ここであの軸をねぐっとこうギュッとギュッと、はい、で見えないようにしていきます。押し込んでいきます。で余った餌を折り返してあげる、こんな感じですね、はい、見え方身が外側になるように、身がポロポロ落ちるような感じ、はい、しっかり1回、2回、3回、まずは巻いてあげて、はい、であとはずっと斜めに、ね、ちょっと巻くように。本当すっきりしてますね。すっきりしてるでしょだいぶ細いだいぶ細いでしょ、はい、じゃあ早速やりましょうか、はい、入れていきたいと思います。一旦ボトムまで落としていきましょうか、はい、ね、水深が 109m、 結構深いですね。そうですね、止まりましたね、はい、ここからねちょっと巻いといて、そうやね、で、最初はじゃあ普通の微速、今までやったのね、微速の3ぐらいで、微速の3ぐらいで、3ですね、3ぐらいで巻き上げていきましょうか、はい、活性が本当ね低いんでね、はい、誘いはねこうふわーんふわーんふわーんっていうようなドットの誘いをしてあげると、はい、比較的当たってくる、うん、活性が低いときは優しく誘ってステイを長めに取ることが必要なんです。いい当たりだったな、今の今のでも合わせたらかかりますか。いや、あれはね、ちょっと難しいね。次はもうね、竿先がグッと入った瞬間にやっぱり鋭くプシッと合わせような。お、入った。お、当たってる。もう、よしよし、入った。よし、来た、これは来たぞ。これは。これは来たやろ。乗ったかな。乗ってる。よしよし。よしよしよし。追い当たりを待ち、合わせのタイミングに備えたことで、バッチリと捉えました。よし、いた合わせれた合わせたね今はちゃんと一回当たってから準備しました来るぞってよしよしおお引いてる、こっちこっち引いてるね、うん、あ、いるあ、いるいますよし、ライン持って、あ、よいしょ、オッケー、やったー、やった、第1号来ましたね、綺麗上がってきてくれました。あ、本当にシルバーで綺麗やね、ね、輝いてますよ田中さんがタチウオを釣り上げたところで辻さんが取り出したのは、もっとさらに超かな、おあるんですか。あるんです。でね、はい、この2つの点をちょっと見てほしいんですけどね。はい、下が、はい、今回発売される新しい点やな。はい、針のシャンクが短くてヘッドも小さくなっていて、渋い状況でも当たりが出やすいんです。そして巻き掛けに対応した針角度になってるんです。ノーマルテンヤの当たりの瞬間はこんな感じで、針先までの距離はこれくらいになります。一方のベーターではこのようになります。こんなに針先が近いので大きくしゃくらなくてもかかるんです。だから短いストロークの巻きかけができるんですね。早速新しい点矢を使って巻き掛け情報を教えていただきます。あの誘いはね、はい、普通通りやってくれたら OK です。そのあたりからいきます。はい、誘いは普通通りやっていただいて、はい、でね、初期当たって大体大丈夫ってこっち来たじゃないですか。でこっちって来たら半回転ぐらい、半回転ぐらい、うん、でまたこっちって来たらまた半回転ぐらい、でそのうちこっちからグッと入ったら、はい、早く回る、ずっと入ったら一気に巻く、巻く、はい、当たったな、当たってるよ、当たった、そう、当たってきた、巻いた、
じゃあもう一回、それで OKOKOK、ほらもうかかった、ほらかかった、かかった、ほらもうかかった、はい、あっという間、あっという間すぐでしょ、すごい、ね、おー、いいよいいよいいよ、へーすごい、おー、いいいい、初めての方とか、ね、あたりどのタイミングで かけたらいいのっていうのがあったのが、ね、はい、この巻きかけ重宝なら当たったら巻くだけ、当たったら巻くだけで、そういう当たりが出たら早く巻くそれで OK なんです。これすごい巻くだけで、巻くだけで、だからこの重宝は新しいこのベータの点やだからこそできるんですよ。シャンク幅が短くて後ろに下がってる、はいはい、だからタチウオが食いに来たらもう巻くだけで勝手にかかっちゃうんですよね計算されてる、そうそうそうよっしゃ、はい、持って、はい、よっよっしゃ、オッケー、やりました、やりましたね、よいしょ、はい、綺麗にかかってる、ね、綺麗にかかってるじゃん、ほら巻いただけで、巻いただけでね、こんなに綺麗に、面白い、面白いね、はい、これすごい、はい、めちゃくちゃ計算し尽くされてますよ、巻くだけだもん、そうやばい、見事に巻くだけでタチウオを釣り上げることができました。辻さんも船天やベータを使って巻きがけ重宝開始です。当たりましたね、当たりましたね、来ましたね、これだけですね、もうかかりました、はい、これだけです、簡単ですね、回せるタイミングがない、いらないんで、本当本当簡単に釣れますね、お、いい感じに頑張ってるね、お、いけるでそうですね、大体レギュラーサイズですね、 OK、 ね、当たってから巻いただけで、まあ、これだけフッキングね、ぎじっとタチウオの方を貫通してます。まあ、別に合わせる必要がないですよね。ですから冬の釣りですから、あの合わせてね、あの次の当たりが消えるっていうことがあるんですけども、この巻きがけ重宝することによって合わせてないですから、巻いてるだけなんです。タチウオがどん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 アタックしてくる、そういう利点がこの巻きがけにはあるんです。いいですね、これ絶対使えますよ、この情報は。田中さん、またしても当たりを捉えました。おやったおお、見てる見てる、ああ楽しいよし、やったー、めちゃめちゃ楽しいどんどんかかってるよ、あ、かかりました、はい、これだけです、めっちゃ簡単ですあー、引いてる引いてる引いてる、おお、おお、ちょっとサイズアップかな、よいしょ、やっぱりサイズアップだね、綺麗ですね、指4本ぐらいですねナイスサイズですね、先ほどね、ほんとね、巻いただけですけどね、綺麗にね、頬を貫通してます、巻いただけですけどね、綺麗に頬を貫通してますね、巻きかけバッチリです。おっと、リノさんもいた、乗った、ダブルヒットやね、よっしゃ、やった、おおおおおおお、どうだ、引いてるね結構引いてます、結構引いてる大きいといいな、どうだろうおー、サイズアップ、おー、大きい大きい、ナイスサイズ、やったー今日一大きい、おー、やったー
今日指いいサイズ上がったよ。4本はしっかりありますね。そうだね、今さんやったら指5本ぐらい。やった今ちょっと天野のカラーも変えてみて、大きいのが来てくれましたね、ピンクゴールドで。やった大きい、重かったもんさあ気になるサイズは1メートル5ですね。やった自己記録更新です。やったてんや太刀魚釣り、この後も巻き掛け情報で絶好調。非常に力強くてボディの歪みを全然感じなかったです。ファイトをしてて不安材料を感じない。ツインパワーがここまで来たんだっていう感じです。安定性が半端ないです。ブレない。続いても兵庫県洲本沖でてんや太刀魚釣りを楽しみます。明石港から船を走らせポイントに到着するとたくさんの船が集まっていました。早速てんや太刀魚釣り開始です。ご指南いただくのは島のフィールドテスター吉田翔平さん。底掛けを得意とするサーベルハンター。2018年大阪湾太刀魚キングバトルで見事優勝を果たしました。ちょっとくわえてるかもしれないですね。今の感じなんか当たってますね。これで合わせようかな。乗ったかな。乗ったね。早速左詰めましたよしっかり止めたらやっぱ当たりますね。あ、はい、何メートルぐらいですか。本当にね、そこからね5メーターぐらいからですね。ちょっと上ですかね。ちょっとだけ上です。ちょっとだけほぼそこからやってもらったらいい感じ。おすごいかかり方しますよ外れないですね。それは可愛らしいかかり方しました吉田さん、なんと1投目から当たりを捉えました。肝はステージ感がとりあえず長くですね、まあ、微速に3ぐらい入れてゆっくり巻きながら同じような誘いできるので、また釣れちゃいましたけど、これあの太刀魚がしっかり落ち着いてね、引かなくなってから電動リード入れた方がよりバラしも少なくていいです。初めどうしても魚かけた時はどうしても先魚暴れるんで、しっかりこう、まあ、初めね手巻きで巻いてもらって、太刀魚がしっかり上向いて落ち着いてから電動リードゆっくりオンにしてもらった方がバラシも少なくていい。はい、釣れました。綺麗。ただ横じゃなくてね、こういうような口の先っちょにねかかる時っていうのは本当に警戒して振ってるんで、あんまりこうね即掛けみたいにちょんと当たった時にかけに行かない方がいいですね。だいたい底付近ですね、今20メーターぐらいまで上げましたけれども、そこ付近から10メーターぐらいまでですね、大体当たりが集中する。はい、はい、よし、なかった。よし、なったやった。どうかな。おお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 お、めっちゃ引いてます。あ、こっちも来た、こっちも来た。こっちも来ましたよ。ダブルヒット、ダブルヒット。結構元気な子だ
ちょっとこの時期のね、本当にナーバスなタチウオは、かけに行くと本当に浅いかかりしちゃうんで、バランスやすかったりする。取り込むまで、わかんない。心配ですね。はい、持って、やりました。やったはい、やりました。やりましたね。やりました。ダブルヒットです。まさかのダブルヒット。まさかのダブル。稼いいんですか？いいような悪いような。かかりがちょっと浅かったり。そうですね。どうしてもね、かかり浅いんですよ。こういう浅い時にね。はい、奥の手があるんですよ。奥の手。奥の手が。タチウオのかかりが浅いということで、吉田さんが取り出したのはサーベルマスター船天ヤベータ。軸が短く角度がついているため、短いフッキング動作でもかけやすくなるんです。じゃあこれでやってみます。はい、やってみてください。はい、簡単にかかるようにできてるんですので。もちろんあの普通にフッキングしても、はい、かかりやすいようになってるんですけど、はい、よりね、巻きがけっていう釣り方に特化したような点になります。この天野だからこそできるこの釣り方といいますか、メリットといいますか、あの当たりがあっても本当に巻くだけで合わせのタイミングを測らなくていいです。もう誰でも当たりが巻くって覚えとっただけでかかってしまう天野なんで、この天野の場合はくって巻いてかからなくても天野の移動距離って本当小さいんですよ。なのでタチウオがこう見失ったりとか、はいはい、ね、まあ空振りした時に怖がって逃げたりとかすることないんですよ。で、当たりがどん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 続くっていうメリットがあるんですよ。うん、うん、あとね、誘いとかも電動のスロー巻きとか、ワンピッチジャークとか、ね、ストップアンドゴーとか、本当にいろんな誘いもできるんで、はい、この点屋だからこそできるメリット。ちっちゃく当たりが当たりました。ちっちゃくですけど。お、お、来てる来てる。来てますね。ちょっと当たりが強くなってきました。お、乗った。乗ったよ。よし。乗ってるよね。乗ってますね。乗ってます。乗ってます。しっかり重み感じてからね。はい。はい。追い合わせみたいな感じしてます。周りでかかってるんですよ、これ。お、お、ちょっといいんじゃないですか。ちょっといい引きしてますよ。サイズも。ですよ。とりあえず、トレッコ。はい、ありがとうございます。巻きがけ簡単でしょ。簡単ですね、はい、本当に簡単。当たりがあったらもう巻くだけです、はい、でもうかかる兆しがねあったらそのまま巻き続けてもらう。やったー、本当簡単。船天野ベータ、はい、やりました。2人とも船天野ベータに変更。ここから怒涛のタチウオラッシュ。もう巻くだけで、ま、これかかってるんじゃないかな。怪しかったら巻く。怪しかったら巻く。はい、110m ライン。はい。はい。行った通りのところかかるでしょ。来た。こっちも来ました。本当巻いてたら巻いてたら勝手に巻いてかかってくれる。はい、やった。誘いはどんな感じでやったの？誘いは1メートルごとぐらいにトン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 と、ちょっとジャーク入れてもバカンとするんですよ。よっしゃよっしゃよっしゃやったよし。かわいいテニアですけど、釣れますね。ねえ、釣れますね。めちゃめちゃ ここはね、バレないです。ここかかると。めちゃめちゃ綺麗に。綺麗にセンター貫いてるでしょ。綺麗に。巻くだけ簡単、本当におすすめですね、これ。そうですね。すごい。やったー。船天野ベータに変えて、絶好調の2人。来ましたか。すごい。かかった。田中さん、タチウオの引きを存分に楽しんでいます。
お、ちょっと大きくなったんちゃうんですか。ちょっとだけサイズアップ。ナイスです。やりましたよ。硬いところ刺さるともうね、安心ですよね、はい、ここなら絶対にもう外れることはない。ちょっとサイズアップ。そうですね、当たった。いくらでも持ってきますよ。グリグリってやったの。めっちゃ当たってきてましたね。楽しいですね。本当誰でもすぐかかります。この手に。おちょっとマシ。大きい。ちょっとだけマシになりました。ちょっと太くなりましたね。はい。ねえ、この硬いところに。かかりが浅い時でもこれだけタチウオが釣れる。これはすごいです。簡単にかかりますね、やっぱりこの辺。今回使用したタックルはこちら。巻くだけで釣れるサーベルマスター船天やベータを使って、皆さんもタチウオ釣りを楽しんではいかがでしょうか。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球とともに、しまのの提供でお送りいたしました。